hot potato. Hold up my sip in the club, never say ayo. Mash some dishes if I feel like. Throw my beer on the crowd cause I really like it. Throw my crotch, flip you off, maybe break my guitar. What I want, when I want, I'm the real rock star. Sweeter than your sucker, aha, that's me. I'm a sexy motherfucker. All them chickens just wah wah. No, them I never want, but them talk talk. I'm rogue, I'm dope, I'm a real life maverick. Why the flaws of me like a fridge to a magnet. なんかね、今ね、車がパッシングしてるんですよね。こんなところでネズミ捕りなんてやるんでしょうかね。いや、ここめったにネズミ捕りなんてしないんですけどね、でも今のパッシングは、その先にね、荒井警察署があるんですけどね、こんなところでネズミ捕りなんて聞いたことないですけどね。いや、今のパッシングはネズミ捕りのパッシングですけどね。こんなところでネズミやるのかな、珍しいな。このドラゴンラブを知ってる人かもしれませんね、案外。最近ね、そういえばね、やっぱりね、 YouTube やるとね、このね、リューリンコをはめてるとね、やっぱりね、わかるらしくてね、ちょっとね、何人かね、声かけていただいたんですけどね、みんなね、言うことが一緒です。あのね、間近で会うと必ず怖いって言うんですよね。いや、みんな笑いながら怖いって言うんですけどね。まあね、戦国武将のね、面本をそのままレザーで作ってますからね。もともとね、怖いものですからね。どうしてもね、精密に作ったら怖くなっちゃうんですけどね。あれ、なんかネズミ捕りじゃなかったですね。多分このドラゴンラブ知ってる人でした。まあね、皆さん言ってたけど、声かけていただいた人はね、あのハーレー乗ってそんなおっかない格好してるのあなただけですって言われましたけどね。まあね、調子こいてるとね、ちょっと白バイに捕まっちゃいますからね。まあでもね、人生一度きりですからね。遠慮してたらもったいないです。
なんかお話でもしましょうかね。あのね、私何回もですね、死にかけてるんです。あのね、全部で何回ぐらいかな、3回ぐらい三途の川まで行ってね、無事戻ってきたんですけどね、小学校の頃にね、車にひかれまして、でね、跳ね飛ばされて25メーターぐらい飛ばされて空中に舞ったって言ったんかな、まあ、私がいけないんですけどね、飛び出て、でね、意識不明の重体でね、お医者さんもね、うちの両親にもう多分意識戻らないでね、植物人間になるか、ちょっともう峠で山かもしれないなんてね言われて、うちの親父がね、もう葬式の用意をしてたらしいんですよね。で、全部もう段取りしてね、まあしょうがないからね、死んだらしょうがないからって一応葬式の用意もして、全部ね、段取りをねつけてたらしいんですよね。で、段取りが終わったらね、1週間後にね、私意識不明の重体からですね、奇跡的に目覚めまして、助かったっていうねこともあるんですけどね、そのね、車にひかれた時はね、今でもねはっきり覚えてるんですよ。右から車が来ましてね、私ね、左を見て右見なかったんですね。それでね、渡ってしまったんですよね、道を。そしたら右からね、車が来ましてね、まあその方はね、大変気の毒なんだけど、で、車にひかれてしまったんですけどね、それでね、車にひかれた時にね、ぶつかった瞬間にね、全身にね、電気が流れたんですよ。スパークというかね、ショートするぐらいね、パチってね、火花が散ったんですよね、頭の中で。そっからね、真っ暗だったんですよ。そこでね、意識がなくなっちゃってね、とにかくね、電気が流れたんですね。なんかね、電気のショートぐらいにね、パチっていったんですよ。音もね、パチっていったの聞こえたんですよね、電気みたいなのが。そっから暗くなってね、あまりね、よく覚えてないんですけど、ただね、真っ暗の中がね、体がね、宙に浮いてたんですよね、真っ暗な状態で。だ、それがね、世だったのか、ちょっとその辺は、わからないですけどね。で、1週間、意識不明の重体で、真っ暗な状態でね、宙に浮いてるような状態で、目が覚めた時にね、急になんていうのかな、誰も来なかったですけどね、なんかね、急に青くなったというか、急になんか明るいね、日差しが来たんですよ。そしたらね、目を覚ましたら、病院でね、寝てて、うちのね、母が隣にいたっていうね、お医者さんもね、えらいよくあんだけの怪我でね、よく生き返ったななんてね、感心してたぐらいね、そんな危ないこともね、経験したことあるんです。まあ、それが一つ目の、あれですね、三途の川。いや、そうこうしてるうちに、はい、またバカみたいにいつもの海やってきました。ちょっとね、風は強いですけどね。今日はね、波が高い、危ない、すごい白波、
それはね、それはそうですよね。天気はね、荒れてるし、風もね、すごく強いのでね、それは白波ぐらい立ちますよね。今日はね、いつものヘルメットとね、違うんですよ。カーボンのね、ちょっと今日はジェットヘルにしてみましたけどね。なかなかね、あのジェットヘルもね、なんかこうステッカーとかでね、デコレーションしないとね、なんかつるっとしててかっこ悪いんですよね。なもんでね、ちょっとね、いろいろもらったね、ステッカーとかの付属でついてきたステッカーをですね、なんかね、ジェットヘルにペタペタ貼ってみました。こういう風に、どうでしょう。なんかね、こうちょっと俺やってるぞ感をね、出したかったんでね、なんかまあセンスがあるのかないのか分かりませんけどね、こういう風にちょっとこう貼ってみました。でも明らかに貼らない時よりこう貼った方がまだなんかこうムード的にはね、ちょっといいと思うんですけどね。いやー、波が高いですわ。なかなかね、こういう高波もいいもんですね。たまには見る分には。はい、そうこうしてるうちにいつものポイントに来ました。いやね、本当にいつものとこしか来ないんですよ私。他に行かないんです、やっぱりね。いつものね、通い慣れたこのポイントが好きなんですよ。泊まるポイントもね、いつもと一緒なんですね。いつもの定位置がいいんです。いやー、よかった、雨降らなくて。よかったです、雨降らなくてね。まあ、せっかくね来たから、ちょっとねコーヒー飲みたいと思います。